はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直介です。はい、今日はですね、この関数の組み合わせをやります。はい、で、やるのは、サムと、オフセット、それからカウント A の組み合わせをするんですけど、まずオフセットっていう関数があります。VBA の方では何回か私の動画でも紹介させていただいたんですけど、はい、で、VBA に関してはですね、これも便利な関数なんですけど、普通のね、ワークシート上の関数でやる分にはオフセットっていうのはどこで使うのかなっていうのがまずありまして、それで、難しいって思う方が結構いらっしゃると思います。オフセットって多分Vlookなんかよりもオフセットってどういう関数っていうふうに言われて、サクッとこう説明できたとしたら、多分その人はもう Excel の上級者と思ってまず間違いないです。僕も最初全く分かんなかったので、この関数の用途って何なんだろうっていうふうに、で具体的にじゃあどういう時に使うのって言われたら、うんっていうふうにちょっと思うんですけど、これは非常に便利なので、オフセット、覚えていただければなというふうに思いますので、今日はこの動画紹介いたします。はい、では決め台詞いきたいというふうに思います。あなたのハートにアクセスしたい。はい、それでは早速やっていきたいと思います。私のですね、ホームページからダウンロードをしていただくと、まか不思議な Excel のファイルが1個、はい、今開いているのがこのオフセットっていう Excel のもの、それからパワポの資料でオフセットというものが1つあります。で、今ここに15って入っているのは、ここにまあオフセットとサムの式が入っているんですけどはい、ですね、結論から言いますと、ここの数を足してるんです。で、しかもオフセットとサムを使ってるっていう風にして、なんでそんな面倒くさいことをするんだと。ここにただ、サムの K の7から11まで入れりゃいいだけなんじゃねっていう風に思うかもしれませんが、それは確かにそうなんです。確かにそうなんですけど、それを言っちゃおしまいなんですね。それを言っちゃおしまいだよって。渥美清じゃないですけど、はい、ちょっとやっていきたいというふうに思います。で、これなんですけど、Excel のこの画面の操作で、僕がこうでこうでって言っても、多分 100% 伝わらないと思いますので、PowerPoint にしたので、ちょっと見てください。はい、スライドショーでいきたいというふうに思います。はい、スライドショーになりました。まず、ここの15っていうところに、黒の白抜き、これが、入っている式になって15という値を返しています。で、オフセットを使う場合には、ですね、まず基準となるセルを決めなければなりません。私はそので、基準となるセルを A の1というふうにしましたので、そこの横、サム、括弧オフセット、括弧 A の1っていうのは、これをまず指しています。なんで A の1にするのって、これは皆さんの任意なんですね。ただ、A の1でやった方が分かりやすいかなというふうに思ってやったので、皆さんも必ずしも、ね、A の1にする必要は全くないです。例えば A の1から、ね、2000個下がるだなんて言ったら、それだけでもやってらんないんで、それは適当なセルをご自身で決めてください。はい、で、分かりにくいのが、次に、ブルーの方ですね、オフセット括弧 A の1の6っていうふうになった場合には、オフセットは基準となるセルを含まないでカウントするんですよ。つまり A の1を基準として6個下がるんだったら A の6にしてくれればよかったものを、開発の都合上なんでしょうね、 A の1をカウントしないで A の2から6個下がります。結果 A の7というふうになります。いいですか。 A の7まで下がります。 A の7まで下がったら、今度黄土色のとこ、黄土色っていうか何ていうか知らないですけど、年代がわかるんでしょうか、今何て言うんですかね、まあいいでしょう。A の7のセルを含んで10個右へ移動というふうになるので、今度は A の7から、右へ10個移動します。これがサム括弧オフセット括弧 A16 カンマ10というふうになっているものになります。で、そこから、K の今度は7の、セルが基準となって5個下がるので、この黄色のところですね、12345を足して、幅っていうのは系列の幅がなかったらカウントしないので、ここは無条件で1というふうにします。はい、
これが、オフセットの使い方なんですね。はい。じゃあ、ここ、今、1になってますけど、じゃあ、ここを2に変えてみましょう。といったら、ここ30が返ってきます。30はどうなったかというと、ここを足してるんですね。じゃあ、もう一歩やってみましょう。はい。ここの幅を3にすると、今度は45という値が返ってきます。はい、45回返ってきます。いいですかね。じゃあ、あらら、ここはデリートしましょう。はい。で、ここも1と変えます。じゃあ、皆さんは今ここの部分で、サムとオフセットを組み合わせることができました。いいですか。はい。サムとオフセットを組み合わせなんだから、前回の続きに行きたいというふうに思います。じゃあ、ここでカウント A を組み合わせたらどうなるんだろうっていうふうに考えてみてください。ここが重要なところで、前回非常になんか簡単な動画を上げて、以下は手抜いてるんじゃねえかと思ったかもしれませんけど、手は抜いてません。これを説明したいがたびにあの動画を上げたんです。つまりですよ、要はここを足したいんですよね。で、例えばちょっと、ここは、都合上削除します。じゃあ、ここに6と入った場合に、ここの数字は当然動きませんので、ここの、5のところを6に変えないと21という数字は返ってきません。じゃあ、皆さんこれ業務で毎日やるんですかっていうふうになってくるんですよ。ちょっとお見せしましょう。例えば、みかん、りんご、ごま、まんじゅう、梅干し、しごから、塩から、例えば、ラーメン、ついちゃダメだな。ライ麦、ライムでしょう。ライム、む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 のつくもの、食べ物ってあります？なんか、む、まあいいや、虫眼鏡。さすがにムカデってのが気持ち悪いなと思ったんで、まあ虫眼鏡しましょう。じゃあ、もう何屋さんか知りませんけど、こういう商品名があって、ここに、7、8というふうに言ったようにします。で、ここでカウント A を組み合わせるんだなっていうことを皆さんに分かってほしいんですよね。カウント A って何でしたっけ。文字のあるセルをひたすら数えてくれるセルなんですよ。ってことは、この高さの部分にカウント A をぶっ込んだら、自動的に値が返ってくるんじゃねえかと思った人はもう正解です。やってみましょう。か、カウント A の、例えば全部系列にしちゃいましょう。もうめんどくさいから。で、絶対参照。はい。って言うと、ほら、36という数字が返ってきましたよね。今までは、ここの商品名がね、猫売ってますね、猫。猫と言って、ここに、例えば、11と入れると、ちゃんと自動的に数字が返ってくると。つまり、なんか領収書とか作るときに、品名を書いて、ここに合計の金額を出したいような場合っていうのは、これ非常に役立つんですよ。わかりますか？ね。で、そこのところで、じゃあここだけ足してやりゃいいじゃんっていう考え方は、やらないで、サムとオフセット、それからカウント A を使うことで、どん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 いけるんですね。まあ、品名書かないですけど、13に足しても、これは、ちゃんと返ってきます。34も返ってきます。はい。はい。返ってきます。129っていうふうにね。これが、カウント A とオフセットを組み合わせた使い方なんですね。で、要は可変というんですけど、範囲が変わる場合、
言いましたよね。スピンオフバージョンのところで、今日までの合計ってめちゃくちゃ簡単なんですよ。だって、ここまでで指定すればいいだけのことだから、今日までの合計、ここまでの合計、そこまでの合計っていうのは。でも業務っていうのはそういうものじゃなくて、ここまでじゃなくて、ここの値って絶対変わるはずなんですよ。絶対に変わります。変わるからこそ、このカウント A を使って、わずか5秒、6秒のお話かもしれませんけど、その業務を短縮していくということが重要なんですね。今この動画を見ている方の中でね、いや、俺は別に覚えなくてもいい。それはそれで全然結構です。だけど、5秒違うからといって何だと言ったら、これは話はもう終わってしまって、5秒を短くした時に別の世界が絶対に見えるはずなんです。わかりますか？5秒を縮めるために、別の世界が見えるはずなんです。例えば、短距離走とかで0.1秒とかウサイン・ボルトとかがやるようなことなんていうのは、何ですかね、とてつもない訓練、ね、練習をしてると思うんですけど、彼らがやることなんてのは0.1秒、0.001秒の世界だと思います。それを、その距離をそんなに速く走って何があるんだと言ってしまったら、これはもう全くおしまいのことであって、はい、私も格闘技やってますけど、板殴ったりなんなりして、拳を固くしてますけど、それをやってからなんだっていうのって言われたら終わっちゃうんですね。はい、こういった技を使えて、フォーマットを作っておく。ね、フォーマットを作っておいて、そこに商品名とこれを入れると、ちゃんと明細と別のものがきちんと出てくるっていうふうにしておくと、これは非常に便利なものになります。はい、ではパソコンの画面はここまでとします。はい、いかがでしたでしょうかね。VBA の方では、最後まで、端っこまでっていうのを何回かやったと思うんですけど、カウント A っていうのは、前回の動画では文字の、入ってるセルを数えるっていうふうに言ったんですけど、ここからちょっと発想を飛躍して、文字が入っているイコールね、文字が入っているイコール、文字が入っているところまでっていうふうに発想を変えれると、すごい便利な関数になります。かして、まして、オフセット等を使うと、もっと便利になるというのが、この関数の特徴になりますので、ぜひとも皆さん覚えてください。はい、では今日はこの辺で失礼したいというふうに思います。さよなら。